料理研究家みたいな人の YouTube とかインスタとか見て、そのなんかいろんな料理試すのは楽しいです。結構中華好きで麻婆豆腐とか一から作るんですけど、豆板醤と甜麺醤とか、あとソンミシャンとか入れて作るんですけど、料理研究家の人がやってるレシピ一回やったら結構旦那さんにも好評で、レトルトのやつ使うよりしっかりコクがあって美味しくて、それはお箱な感じ。でも旅行行きたいですね。でもシンプルにちょっとあの温泉行きたくて、箱根とか静岡とかそっちの方で美味しい海鮮好きなんで、お寿司とか海鮮食べたり、なんかまったり過ごしたい。客室露店がついてるみたいなとこで、あとは自分のためだったらマッサージとかちょっとエステじゃないけど行ったりしたいですね。でもやっぱりレディーススタイルの方が多いので、お客さんで最近だったら顔周りカットとか得意ですかね。あとはボブとかレイヤーとかも好きですし、カラーも結構好きでハイトーンとか、あとはでもブリーチなしとかのなるべくちょっとナチュラルな透明感出るカラーとかも、なるべくお客さんのこう好きな感じとか理想だったりとかに近づけられるように悩みとか聞き出して、一応スタイル の画像とかご提示しながらご提案はさせてもらってます。おばあちゃんになっても美容師ができたらいいですけどまあ近い将来で言うなら、やっぱりもっと指名のお客様は増やしていきたいですね。岩田さん予約取れないよぐらい指名のお客様は増やしていきたいので頑張ります